今日のベストプレイヤーを、紹介します。ウクレレばあさんです。先月僕らの、ね、あのライブの時に、次回はウクレレマンさんと、コラボしていますって言ったら、ウクレレマン団とか言われて、漫談はやりやらないそうですから、基本的に歌もなし、ウクレレ一本であの僕ら5人分のクオリティをぐっと始めました。ウクレレマンさんです。それではお願いします。はい、これあの、アイハブウクレレ、アイハブまあカトンウクレレマナです。よろしくお願いします。今日はですね、ここ椿さんで、まあ、初めて演奏させていただくんですけど、まあ、非常にあの歴史のあるね、いいあのクラブで、それであの先ほどウォンキンさんもですね、あの演奏に皆さん合わせて踊られていい雰囲気ですね。で、あのまあウクレレですから、あのハワイアンを中心にお送りしたいと思いますが、まあその他のジャンルですね、まあいろいろありますので、混ぜながらやっていきます。で、あのハワイアンですから、今日はですね、あのフラのですね方も見えておられますので、一緒にですね、あのウクレレの演奏に合わせてフラを踊っていただけるということで、あのとてもですね、あの楽しみにしていました。まあ最初ですね、あのまあ何ですから最初からですね、あのフラを踊っていただきたいと思います。最初の曲はですね、クワマナと言いまして、これはハワイのですね、今公園になってるんですけども、そこに大きなお家があって、そこで大家族の方が暮らしてて、まあ、それがですね、今はないんですけども、それを懐かしみながら歌った家族の歌です、クワマナです。でこれを一緒にですね、よろしくお願いします。
いや、もう一曲ですね、あります、これもコラボで踊っていただけるウキラーソングってですね、これもハワイの曲なんですけど、ハワイの漁師さんがですね、網を投げて、まあ、その時に引き網の一緒に踊っていただきたいと思います。次はですね、ちょっとジャンルを変えてですね、第三の男っていう曲がありまして、これはビールのコマーシャルにですね、使われてましたんで、耳なじみあると思うんですが、これをですね、お送りしたいと思います。で、第三の男なんですけども、私もビールが大好きでですね、毎晩ビール晩酌してるんですけど、第三のビールなんですね。本物じゃなくて第三のビールをですね、家計に優しいということで、それを飲んでいます。では第三の男です。
でですね、まあいろんなジャンルの曲をですね聴いてまして、ウクレレでジャズを弾くのをジャズレレっていうんですけども、ウクレレマーマジャズがですね大好きなものですから、で今度はちょっとジャズの曲をですねお送りします。インナーメロトーンっていうですね、ちょっとこうノリのいい歌詞なんですね、聴いてるのにインナーメロトーンです。ですね、夏から秋になって、まあ、移り変わってますけども、ここで有名な曲をですね、カレーっていう曲をですね弾きたいと思います。カレーはいろんなジャンルのいろんなミュージシャンの方にカバーしてですね、
弾かれてますけども、ウクレレバーもですね、このカレラをカバーして、ちょっとラテンのテイストでカレラを弾きたいと思います。クアンドっていうですね、イタリアの曲なんですけども、クアンドっていうのはウェンですね、イツっていう歌の内容がですね、イタリアの男性が彼女にですね、君はいつになったら結婚っていうか僕のものになってくれんだ、教えてちょうだい、イツクアンドっていう、そういう歌の内容です。ではクアンドです。Thank you.
ですね、フラダンスの方の、ブルーハワイっていうですね、これ有名な曲ですけども、これちょっとウクレレ、ジャージーに弾いてますんで、これはちょっとやりづらいかと思いますけども、ジャージーっていうのはちょっとジャズっぽいんですね。でもなんとかお願いしたいと思います。ブルーハワイですね。Thank you.
ありがとうございます。